はい、はい、感染状況について、私からお話し申し上げます。まず出してもらえますか。まず1枚目戻してください。毎日これもお示しをしているんですけれども、ちょっとこの入院をする人は1日遅れになっていますが、陽性者の数とそれから、亡くなられた方の数、8月2日1名亡くなられています。プラス1ですね、1011名という大変、残念な、このところ2人とか3人とか亡くなられております。大変残念なことであります。死亡者の推移はこれを見ていただきますと、1011名ということで、本当に、亡くなられた方、心から申し上げたいと思いますけれども、諸外国に比べて、非常に少ない数で、抑えているということで評価をしてもらっているところであります。一人の命もこれ以上なくさないように、全力を向けやっていければというふうに考えています。そうした中で状況、次のページをお願いします。陽性者の数が、緊急事態宣言の頃と比べてですね、これあの頃のピークは708人でしたけれども、8月2日で、昨日1324名ということでかなりの数になっています。他方重症者の数はですね、4月30日がピーク328人、これが8月2日は87名ということになりますし、それから重症者へのベッドも当時 10% 近く、5月15日、ちょっと4月時点のデータが当時は取れなかったものですから、そのぐらい、医療は非常に逼迫をしたわけですけれども、5月15日時点の 10%、9.8% から今は 3.4% という、これ29になってますが、29日で1週間に1回統計を出してますので、その数値ですけれども、その後確保されてますから、現時点でも同じだと思いますが、こういうグラフになっています。やはり重症者用のベッド、ここをしっかり見て命を守りするということをですね、やっていかなきゃいけないと思っています。次のページお願いします。そうした中で東京都で言いますと、この時点で、100床のベッドに対して33名の方が、おられました。 33%、 4月時点では105名の方がおられて、400床を確保していましたけれども、4分の1以上使っていました。 26% と言われました。400床確保して、この時点で100床に、しましたので、使用率 33% となっていますけれども、その後、5名まで、減った重症者の数が、少し増えましたけれども、現在15名ということで、このグラフですね、であります。繰り返しになりますけれども、ベッド100床に対して 15% ですので、まだ大丈夫ですが、この増加傾向にありますので、なんとかこれを、重症者の数ももう一段減らすように、新規感染者の数をやっぱり減らしていかなきゃいけないということだと思います。次お願いします。全国で見ましても、先ほど申し上げたように、ピーク時328名ありましたけれども、病床の統計が、取れないぐらいに逼迫をしていた。それが5月15日時点で 9.8% ということでありました。その後かなり下がって31名まで、7月の9日の時点で、下がってますけれども、現在87名ということで、病床は2618確保してますから、使用率は 3.3% で余裕がありますが、やはりこの増加傾向にありますので、なんとかこの重症者が増えないようにですね、一人の命も失わない、守るという気持ちでですね、全力を挙げてこの医療体制万全を期していきたいというふうに考えています。次はお願いします。人工呼吸器、ECMO、それぞれピークから比べるとかなり少ない数字になってますが、それでも少し増加傾向、人工呼吸器もありますので、こうしたものを見ながらですね、とにかく
命を守りするということに万全を期していきたいと思っています。次お願いします。そして、各県と私も連絡を取り合いながら、病床の確保など確認をしていっています。厚労省も当然日々、各都道府県と連携をして、対応しています。ちょっと心配の声が上がった沖縄もですね、病床の確保218に対して123、実はまだ病床に入れない方も、つまりこちらのベッドがですね確保できない、ホテルのベッドが確保できていない中で、数が少し増えたということで報道もありましたけれども、玉城知事から連絡もいただいております。こちらの60床も7月30日からプラス100床確保されているということで160床で、さらにもう100床確保されている中でですね、看護師さんたちの今手配をしておりまして、しっかりとここで軽症無症状の方は宿泊療養施設で、対応できるようにしていきたいということで連絡を取らせていただいておりますので、中等症あるいは重症の方今沖縄県3名15床確保されていますので、なんとか、重症の方を減らしていく、命を守りするということで、軽症無症状の方はホテルでということでやりながら病床を確保していくということが大事だと思っています。幅広くですね、PCR 検査を行ってますので、昨日おとといもお話したようにクルーズ船のバースで PCR センターを開いてそこで検査を広げていってますので、まあ、かなりの数出てくる可能性がありますけれども、病床を確保されていますので、さらにこれも我々もしっかりとお手伝いをしていきたいというふうに考えています。それから愛知県もですね、病床をかなり逼迫してるんじゃないかというお話がありましたけれども、766床839床にすべく、ここも、調整を行っています。ホテルの確保がここも少なかったんですね。しかしながらここも、1300に向けてもうすでに、目処は立っている、近々オープンできるところも、数日内にオープンできるところもありますので、ここで、かなりの数が出れば、軽症無症状の方を、確保できますので、病床はですね、中等症以上の方にしっかり使えるということで、このあたりもですね、連携をしながら対応していければと思います。厚労省それから観光庁も、ホテルの手配お手伝いをしておりますので、そうした中で確保していければというふうに考えています。それ以外にも福岡も数増えてますけれども、病床の確保それからホテルも確保が進んでますので、こういったところ日々、その埼玉もですね、病床のベッドがかなり高くなってきてますけれども、先週で増やすということもありますので、こういったところ日々それぞれの都道府県と連携を取りながら、国としてもサポートしていきたいというふうに考えています。感染状況については、そういう状況の中でもうこれまでもお話ししてます通り、また分科会でもご議論いただきました通り、まずは基本的な感染予防策ですね。3密回避、大声、出さない、換気のいい環境、こういったところをですね徹底をしていただくことが大事だと思いますし、引き続き、効果的にクラスター対策を行うという意味でも、私どもの接触確認アプリ COCOA のインストール、それから各都道府県でお店に入るときに QR コードを読み取っていただいて、そのお店で感染者が出れば通知があるというサービスも各都道府県で行われていますので、これもぜひ、その都度活用していただければというふうに考えています。それからそれぞれの都道府県知事、連絡を取らせていただきながらエリアを絞った形で、あるいは業種を絞った形で、ガイドラインを守ってもらうというのは当然すべての業種ですけれども、その上でガイドラインを守っていない店に対しての休業要請であるとか、あるいは、守っているお店にステッカーを貼ってですね、それぞれの都道府県で進めてます、あるいは市町村でも進めてます、ちゃんとガイドラインを守っているというその店を選んでいただくこと、そして、さらに状況が厳しくなってきているところ、感染者が多いエリアについて、かなりエリアを絞って業種を絞って営業時間の短縮の要請など、それぞれの知事の判断で行われています。国としてもそうした知事が適切に判断し、
対策を取れるように連携して取り組んでいるところであります。なんとかこの高い水準で今推移している新規の陽性者、これを減少傾向にできるようにですね、都道府県知事と連携をしながら全力を挙げていきたいというふうに考えています。いずれにしても感染防止策をしっかり講じていただきながらですね、経済社会活動と両立を図っていくということが大事であります。もう繰り返しになりますが、新たな日常をですね、みんなで努力して、それぞれの立場で、感染防止策を講じていただきながら、新たな日常を作っていくということが大事だと思います。飲食店での会食もですね、こういったアクリル板を入れていただいたり、フェイスガードをするとかですね、さまざまな工夫が必要になってきています。そうした費用は持続化補助金やそれぞれの都道府県でも支援策も講じていますので、そうしたものを活用していただいて、新たな日常をみんなで作っていければと。以前の日常に戻れば感染は広がります。昔のように同じように大勢で会食をしたり飲み会をやったりすると感染は広がります。その割合が増えてきていますので、ぜひ新たな日常をみんなで作っていくということでお願いできればというふうに考えています。私から以上です。それでは次に行きます。ご質問のある方は挙手の上、3名指名をおっしゃってからご質問をお願いいたします。私新聞です。最初の朝日新聞山本です。冒頭2問伺います。一つは GDP の1、3月期の統計なんですが、今日の二次速報の改定値が出ました。二次速報と数値としては同じ伸び幅だったわけですけれども、改めてこの分析者の一言いただけない、受け止め一言ください。その上でもちろん今の感染状況に関してなんですけれども、どうぞ。はい、今日もですね、各地の知事からですね、お盆の帰省について自粛を求めるような意向をまた述べられている知事が相次いでいます。大臣、この分科会でですね、週内に開かれる分科会でもそういった議論をしていただくということですけれども、来週からいよいよお盆休みが始まる中で、早めに対策を打ち出さないとなかなか対応が間に合わないんじゃないかと思いますけれども、現状どのような検討状況になっているのか教えていただけないでしょうか。はい、GDP についてであります。ちょっとこれも数字をちょっと見ていただいた方がいいですかね。はい、実は1、3月期の GDP 速報はですね、改定値で実質成長率前期マイナス 0.6、 年率換算マイナス 2.2 ということで、二次速報値から変わらない数字となりました。このことはご存知の通りであります。それでいくつかのデータがあるんですけど、ちょっとまずあれね、法人企業統計、はい、設備投資がですね、プラス 1.9% からプラス 1.7% に、若干の下方修正をさせていただきましたけれども、中身を見ますとですね、確かに全産業で、前年同期比で見ると 0.1% 増ということで、そう高くはない伸びですが、今申し上げたように前期で比べるとプラス 1.7% ということであります。内訳を見ると、15兆円、16兆円規模の設備投資があるんですけれども、これに対して、不動産関係、これはいわゆる再開発、ビルですね、こうしたものが、全体のウェイトも非常に高い 28% の伸び、着実に再開発などの動きが進んでいるということであります。それからIT 化が進む中で情報通信業、これもウェイトは非常に高い、前期で、前年同期ですね、8.4%。それから運輸業、郵便業、これは物流関係ですね、さまざまなインターネットでの購買などに伴う、物流関係も、これも非常にウェイト高いんですが、2.3% の前年同期に伸びということで、寄与度を見てもですね、この 0.1% の伸びにどう寄与したかということで、プラスの寄与 1.86。0.71、0.3 と、非常に高い、当然マイナスのものもあるんで合計すると0.1なんですけども、前年同期比の寄与度で言いますと、こういった業種で伸びていることが挙げられます。前年同期比でもプラス 0.1 ということで、厳しい状況の中でもですね、企業も前向きな投資は
してくれてる、特に IT、物流、こういった、まあ、新たな日常を作っていくところへの投資が、底堅く推移していることは、まあ、心強い限りであります。そして全体の消費ですけれども、次の、これはマクロミルっていうところがインターネット調査で、毎週出しているんですけれども、これが、昨年の10月から、この7月までの、このブルーの線がですね、消費額についてのデータであります。でこのグレーのゾーン、これが過去3年の幅であります。で確かに消費税増税後落ちたわけですけれども、その後繰り返し申し上げている通り、年末から年始にかけては非常に消費額が大きく出ました。そして1月下旬にかけても過去3年の幅の上の部分でですね、推移をしてきています。これは2月の一時期までですね、まあ、真ん中ぐらいまでのということで、まあ、かなり1月2月はかなり高い水準で推移をしてきました。これは過去にもそのデータをお示しをしています。そして過去のやつもあったらちょっと出せるかな、消費額の1月2月のやつで、さらに、その後コロナの影響でこういうふうに落ち込んで、緊急事態宣言の下で4月5月はこういうレベルになってしまっているわけでありますが、その後緊急事態宣言解除後ですね、6月は過去3年の幅で見てもそれなりのところで推移をしですね、確かに7月も少し落ちたんですけれども、直近この7月の最終週はかなり過去3年でも高い水準で推移をしてきておりまして、4月5月をそこにですね、消費もそれなりに戻ってきているというふうに考えています。次のページもお願いします。前のページかな、前のページかな。これもその内訳が出てますけれども、まあ、家族との外食、これはまあいいですよね、家族で外食をする、これもかなり 27% の人が行っているということで、4月5月は 10% 台でしたけれども、こういうふうに増えてきています。一方で国内旅行はまあわずか、まあ、ほとんどゼロから、まあ、3.6% ですから、そんなに大きく伸びているわけではありません。他方、食事会飲み会もですね、このグレーの線ですけれども、10% 9.8% ですから、この傾向を見ていただいて、まあ、4月5月の時はほとんどなかったわけですが、通常ベースでいうと25% 前後、20% から 25% の人が、食事会飲み会に参加している。それが今 9.8 ということで、まあ、それほど多くはないんですが、ここで、注意をしないと、感染防止策を講じないと感染が広がるということであります。いずれにしても消費はそれなりに戻ってきているものと、4月5月はそこに戻ってきているものというふうに思います。次をお願いします。それから公共事業もですね、こういった傾向を示してまして、国交省の出来高ですけれども、金額ベースですね、で1月2月3月はこういう推移で、3月は 2.5% ということで、1月3月の経済はですね、まあ、確かに消費税増税後の影響が薄らいでいく中ではありましたけれども、特に2月後半から3月にかけてのコロナの影響でマイナスに大きく出てますが、公共事業も下支えをしてきているものというふうに思います。投資消費、これで終わりかな。もし消費が1月2月の分を出せたら後で出してください、出してください。うん、で、いずれにしてもですね、4月5月をそこにですね、新たな日常を作っていくということは大事でありますので、消費するときにもそうした認識を持ってですね、感染防止策を講じていただきながら経済社会活動と両立をしていく。それから投資もそういう新たな日常の構築に向けた IT 投資であるとか物流の投資であるとかが出ている、伸びているということで、これも新たな日常の構築を期待をしていきたいというふうに考えています。政府としてもそうした取り組みを後押ししていけるように、さまざまな支援策を講じていきたいというふうに考えています。それから、
お盆の時期についてでありますけれども、これも過去、昨日、おとといも述べてきておりますけれども、家族旅行で家族で観光地に行って、感染防止策を講じて、そして、家族で過ごす分、これは何か問題があるわけではありません。とにかく感染防止策を徹底していただくことが大事であります。しかし家族でおじいちゃんおばあちゃんと会うとなるとですね、そこであるいはおじいちゃんおばあちゃんと一緒に何か、観光地に行く過ごすとなると、これはまた事情が変わってきます。おじいちゃんおばあちゃんに、やはり感染のリスクが、ありますので、そこは注意をしてもらわないといけないということであります。当然感染防止策を徹底してもらうとしてもですね、身内ですから家族ですからやっぱり、みんなで食事をしてすると飛沫が飛ぶことになります。ですからそういったことに十分注意してもらわなきゃいけないという中で、今週中にも分科会を開いてですね、専門家の皆さんからご議論をご意見をいただきたいというふうに考えています。先般の分科会でも、平井知事からそうした問題提起もありましたので、知事会のさまざまなご意見も、紹介があると思いますし、政府としても専門家の皆さん、分科会の専門家の皆さんのご意見を伺ってですね、そして、適切に判断をしていきたいというふうに考えています。他にございますでしょうか。メダルデイさん。インターネット報道メディア IWJ の浜本です。よろしくお願いします。経済界に向かって出された、目標比率 70% のテレワーク要請について質問いたします。現在コロナ禍でテレワークが進んだため、都心でも全国でもオフィス空室率が、2、3ヶ月連続で上昇しています。また首都圏の中古マンションではすでに4月の成約件数が1629件で前年比 52.6% 減という衝撃的な大幅減となったことも報じられています。これは緊急事態宣言が出された月の数字です。この状況で西村大臣が呼びかけておられるテレワーク率 70% が実現すれば、都心の高層マンションをコアとした不動産バブルが崩壊の一途をたどる可能性があり、不動産バブルの次には、コロナ対策による財政措置で膨らんだ金融バブルが、崩壊する懸念もあります。こういったシナリオについて、経済再生担当大臣としてのお考えをお聞かせください。よろしくお願いします。まずテレワークについては緊急事態宣言の時に7割ということをお願いをし、多くの企業でそれを実践をしていただきました。実際に人の流れ、電車の混み具合を見ても8割減とかっていう時期がありました。多くの企業がご協力いただいてですね、人と人との接触機会が減ることによって、緊急事態宣言のあの頃の大きな流行を収束するさせることができたというふうに考えていますので、企業の皆さんあるいは国民の皆さんのお一人お一人の努力に改めて感謝を申し上げたいというふうに思います。そして、大事なことは繰り返しになりますけれども、以前の日常に戻さない新たな日常をしっかりと作っていくということが、感染防止策とこの経済社会活動との両立の鍵であります。以前と同じように、マスクもなく接触をすると感染が広がります。こうしてアクリル板やフェイスガードや距離を取らずに食事飲み会をやると、大声を出すと、特に大声を出すと、大人数で大声を出すと感染が広がります。感染防止策を講じながら社会経済活動を広げていく、その両立を図っていくことが大事でありますので、新たな日常、新しい生活様式を定着させ広げていくこと、これが大事であります。そうした観点でテレワークもですね、私は昔のように戻さずに後戻りさせることなく引き続きできる業態業種においては継続をしていただきたい。テレワークを経験することによっていろんな意識の変化も芽生えています。子育て、家事、育児、
こういったことに携わる、男性、父親ですね、夫もその割合も増えています。もちろん女性の立場で女性の仕事が増えたと、夫が家にいることによって負担が増えたという不満を言われる女性もおられますが、一方で男性が育児を手伝ったり家事を手伝ったりすることで家族の絆が深まった、あるいは家族と過ごす時間が増えて、さらにこれは継続したいという方が8割おられます。これは内閣府のウェブ調査でも出てきています。ですからこうした動きを後押しすることで、つまり昔の以前の日常に戻さないことで、新しい働き方やワークライフバランスや多様な働き方、こうしたものが広がってくるわけでありますので、これは今まで、取り組まなきゃいけなかったけれどもできてなかったことの一つであります。そういう意味で私自身は引き続き、テレワークのできる業態、これはできない業種もあります。スーパーの従業員の皆さんや電力ガス、あるいは交通機関など私たちの生活を支えてくれている、あるいは保育士さん、そうです、医療現場の皆さんもそうです。現場で私たちの生活を支えてくれている皆さんは、テレワークをしようにもできない方もたくさんおられます。この方々には現場で、本当に感謝申し上げながら頑張っていただければと思います。他方でできる業態はですね、できるだけテレワークで、あるいはいろんなテレビ会議でもできることが分かってきましたので、そういったことも活用しながら対応する。もちろん全部が全部テレワークでできない部分もあると思います。やはり面と向かっていろんな話を腹を割ってする場面もあるかと思いますけれども、当然感染防止策を徹底しながらということですが、いずれにしてもこうしたことは昔の日常に戻さずに進めていくのが大事だというふうに考えています。それこそが新たな日常であり、新しい日本の経済社会を作っていくというふうに考えています。その上でそういったことが不動産市場どういう影響を与えるのか、当然これについては注目し分析を進めていかなきゃいけないと思っています。いろんな文献や私どもの経済の分析の部局にはこういったことも投げかけ、いくつかのいろんなデータも出てきています。確かに都心のマンションよりも郊外の一軒家が非常に売れ始めている、これは経済産業副大臣の牧原副大臣が言ってましたけれども、彼は大宮の選挙区でですね、地元に戻る機会があって見てみると、空き家だったところがどんどん一軒家が建っていると。しかも駅に近いところに限らず、かなりバスに乗って行くところでもそうした一軒家が非常に売れているということを実感として先日伝えてくれました。そういった動きも出てきているんだろうと思います。当然その都心に住むよりも郊外に住もう、子育てしながら仕事もする、自分の書斎も欲しい、いろんなニーズがあるんだと思いますし、また日域居住を希望する経営者の皆さんもおられます。あるいは地方に移住を考えるこの若者も、私どもの内閣府のウェブ調査でもかなりの数に上ります。3割近い数字だと思います。そういった若者たちが考えている中でですね、当然いろんな動きが出てきます。東京できれば東京一極集中は解消していきたいというのが我々の方針です。いろんなリスクもありますし、今回の感染症だけではなくて災害のリスク、地下直下地震も含めてですね、リスク分散も必要でありますし、それから少子化対策の観点からも東京は非常に出生率が低い、地方の方が高い、子育てを地方でやれればもっと出生率が上がる、こんな指摘も受けてきました。ですのでさまざまな変化がですね、当然起こってきますので、そういったことには分析を進めて必要な対策は打っていかなきゃいけないと思いますが、不動産市場を見てもですね、今申し上げたような郊外の一軒家がニーズが出てきているというのもあると思います。これはエピソードでありますので、データとしてのエビデンスを今お示しはできませんけれども、こういった傾向もある。あるいは先ほど申し上げた物流施設などですね、あるいはコールセンター、
こういったことのニーズも高まっている、データセンターもそうだと思います。さまざまなデータを分析する、こういった不動産市場でのこういったニーズも出てきていると思いますので、さまざまな変化が当然コロナを契機に起こってきますし、むしろ変化も起こさなきゃいけない、これまで、5年10年と指摘をされたことはできなかったわけでありますから、それをこの半年で年末までに実行計画を作って、さまざまな、改革を行っていきます。東京一極集中是正もそうですし、デジタルガバメント、デジタル化もそうです。新しい働き方、多様な働き方、そしてワークライフバランス、すべてこれまで課題と言われたことを実行していかなきゃいけませんので、そうした中で当然変化を起こしていかなきゃいけない、そうした時にさまざまなことが起こってくると思いますけれども、それはしっかりとそれを受け止めてですね、必要な対策を考えていきながら、しかし日本全体として新たな経済社会の姿を目指して、みんなが新たな日常を作っていくということで進めていければというふうに考えています。はい、いいよ。それでは次の質問、それでは日経新聞さん。日経新聞の平野です。先ほどのお話と被る部分があるんですが、 JCB カードの利用情報をもとにした民間と今日発表されたデータですと、7月前半の消費がですね、外食や交通で再び落ち込みが大きくなりました。もう先のデータとしては7月後半を直しているということではあったんですけれども、大臣はその足元の感染の再拡大が、消費、個人消費に与える影響というのはあまり懸念されていませんでしょうか。一つのデータだけで全ては判断できませんけれども、自動車のやつもあるかな。自動車の販売もですね、まだマイナスではあるんですけれども、6月22.6% 減、7月が 12% 減、さらにその前5月は緊急事態宣言の最中で、5割近い減少でありました、前年比ですね。そうした中で急速に、この減少幅を縮小してきていますので、そういう意味では、先ほどの元に戻していただいて、マクロミルの、この消費も3年の幅の中でですね、当然4月5月は非常に悪かったわけですけれども、ここに来て、7月こうした数字が出てきていますので、私は何としてもこの4月5月をそこにですね、経済回復を内需主導でしていければというふうに考えています。先般お示しした経済見通し、年王の見通しですね、年王資産でも、お示したように、来年度は、プラス成長、実質成長 3.4% ということで、今年度はマイナス 4.5% ですけれども、なんとか4月、5月をそこに、内需主導で回復ができればですね、そういった成長の姿を描くことができます。21年度中にはですね、コロナ前の GDP、名目 GDP に戻せればと、戻せるという試算でありますので、22年の1、3月期をにですね、戻せればというふうに考えていますけれども、そうなるようにですね、さまざまな、一次補正、二次補正で、手当てした予算をしっかりと執行しながら、経済の下支え、今厳しい状況にある中小企業や家計をしっかりと下支えしながら、特に雇用が遅れてくる中で、雇用調整助成金 1.6 兆円用意をしております。今4000数百億だと思いますけれども、数字あるありますね。先週末で、すいません、5800億まで来ていますかね。ですね、5852億まで、31日時点で、助成が支給が決定をしております。まだしっかりと枠はありますので、
こうした雇用調整、助成金も活用して雇用を守りながらですね、内需主導で経済回復していけるように全力を挙げていきたいというふうに考えています。一方でご指摘のように足元の感染の拡大の状況、あるいは豪雨、長雨ですね、梅雨が非常に長かった、こうした影響も当然出てくると思います。そうしたことにも留意をしながら、そうした影響もしっかりと見ながらでありますけれども、なんとか4月5月をそこに内需主導で回復していければと。当然繰り返しになりますが、感染防止と経済社会活動の両立が大事でありますので、感染防止策をもうぜひどんな場面でも徹底して行っていただければと。3密回避、大声、当然マスク、消毒、こういったことは基本でありますので、事業者の皆さんもガイドラインをぜひ徹底していただければと。繰り返しになりますが、スポーツジムとかバスのツアーとか、緊急事態宣言の頃にはクラスターとなって発生しましたけれども、その後しっかりとガイドラインを守っていただければ出ておりませんので、やっぱりガイドライン、専門家も入って決めたガイドラインを守っていただくということは大事であります。ぜひガイドラインの徹底お願いできればというふうに考えています。質問ございますでしょうか。その後予定がございますので、最後の質問にさせていただきます。それでは G 通信さん。時事通信の攻撃です。規制に関してお伺いしたいんですけれども、昨日大臣慎重にというご自身の考えとしてですね、発言されていると思いますが、先ほどもその適切に判断したいと次の分科会でおっしゃいましたが、その規制の可否についてですね、大臣としてその分科会を受けて一定のお考えを示されるというそういうお考えでいらっしゃるんでしょうか。お願いします。はい、政府として分科会でご議論をいただいてですね、当然平井知事からも問題提起がなされてますので、分科会でご議論をいただいて、それを受けて政府として、当然私も会見をしますので、方針をお示しできればというふうに考えています。以上で会見を終了いたします。